それで遅くなりまして申し訳ございません。ただいまから政府東京電力統合対策室合同記者会見を開催させていただきます。はじめに細野大臣から挨拶及び冒頭発言がございます。先ほど野田内閣総理大臣からも記者会見での発表がございましたけれども、本日第22回原子力災害対策本部が開催をされまして、東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けた道筋で定めたステップ2の完了が確認をされました。事故のあった原子力発電所の原子炉については安定状態を達成をしており、発電所の事故そのものは収束に至ったものと判断をいたしたものであります。これまで福島県民の皆さんをはじめ、国民の皆さんに大変なご迷惑、ご心配、そしてさまざまな本当に皆さんにですね、厳しい思いをしていただかなければならない状況が続いてまいりました。まず冒頭、責任者として心よりお詫びを申し上げなければなりません。そしてそうした皆さんに対して、ここに事故そのものオンサイトについては事故が収束したことをご報告を申し上げたいというふうに思います。ここに至るまでには現場で頑張って作業を続けた作業員の努力というのがございました。当初は極めて過酷な状況の中で、そして夏の時期は灼熱の中で熱中症の恐怖にも苛まれながら作業を続けました。またそれを支えた現場のさまざまな政府関係者の努力もありました。特に自衛隊の皆さん、そして警察の皆さん、消防の皆さんの当初の本当に献身的なご努力というのは、私は高く評価をされるべきものというふうに考えております。そうした皆さんに対して心よりの感謝と、そして敬意を表したいというふうに考えております。私は事故の収束を担当する責任者として、この事故を何としても現場の皆さんの、それこそ大きなダメージであるとか、また万が一にも死者を出すことだけは絶対にしてはならない、そんな思いでこの事故の収束に当たってまいりました。そして今日事故の収束を皆さんにご報告するにあたりまして、そうしたことが起こらずにここまで来ることができたことを報告をできて、この点は本当に良かったなというふうに感じているところでございます。また国際社会からも多大なるご協力をいただきました。特に米国からは深い友情の下で強固な同盟関係に基づいて物資の供与、技術のアドバイス、さまざまなご支援をいただきました。さまざまな国々のご支援に対しても心より敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。日本の企業の皆さんの頑張りも特質に値をするというふうに思います。技術面でもさまざまな困難がございましたけれども、そうしたものを乗り越える企業の技術を発揮をしていただいたことに関しても心より敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。事故の収束は極めて難しいものであると当初から考えておりました。また年内の冷温停止状態については、これも無理ではないかというふうなご意見があったことも承知をしております。そうした中で、なんとかこの年内の冷温停止状態の達成、そして事故の収束を達成することができたことは、私は極めて厳しい状況の中で日本が瀬戸際で踏みとどまったという意味で、大きな私は今日は日ではないかというふうに感じております。今日が福島にとっても日本にとっても改めてこの災害からの復旧復興に向かうスタートの日だと私はそう考えております。もちろん改めて被災者の皆さんにはお詫びを申し上げなければならないというふうに思っておりますし、それと同時に発電所との外にあるさまざまな問題がますますこれが大きな問題となっており、政府の対応が必要になっていることも併せて皆様に申し上げなければなりません。私は事故の責任者として9ヶ月、この事故の収束というものを大きな、これは私の課題として取り組んでまいりましたので、その中で
さまざまな私自身もやはり過ちも犯したというふうに思っています。そういった意味も含めて事故の収束というのを自らの一つの区切りにすることも途中考えたことがございました。ただ事故の影響はこれだけ大きく日本国内に広がっている中で、やはりこのオフサイトの問題、被災者の皆さんにしっかりと向き合って問題の解決に当たっていかなければならない、その課題の解決に向けて今しばらく踏ん張ってやっていきたいというふうに考えております。特にこの事故の影響を受けまして多くの放射性物質の飛散というのが広がっておりますので、除染の問題というのがございます。さらには福島県民の皆さんの健康の問題にしっかりと向き合っていかなければなりません。賠償の問題もございます。特に先にも挙げました2点につきましては、私が今大臣をしております環境省が大きな責任を担うことになりましたので、その責任を全うしてまいりたいというふうに思っております。オンサイトの事故は収束をしましたので、むしろオフサイトのこの問題に解決に向けて政府を挙げて取り組んでいかなければならない、そういう時期を迎えたとも考えております。幸い今日こうして会見に同席をいただいております園田大臣政務官をはじめ、政務の非常に多くの仲間に恵まれてこの問題に当たることができる体制がございます。また環境省を含めて職員の熱意というものも非常に高いものがございます。そうした多くのですね、政府関係者の、そして日本国民の皆さんの協力をいただいて、オフサイトのさまざまな問題についても解決をすべく、これから全力を挙げていくことをですね、皆様にお約束を申し上げたいというふうに思います。ステップ2の完了を受けまして、今後の体制について申し上げます。新たに政府東京電力中長期対策会議を設置することを本日の原子力災害対策本部で決定をいたしました。この体制の下で廃炉に向けた取り組みを進める中では、小規模なトラブルが発生することは覚悟をいたしております。しかし冷却機能を多様化多重化をし、ポンプであるとか電源であるとか水源も含めて多重性多様性が確保されていることは確認をできておりますので、問題がエスカレートし周辺住民の方々に再び避難をお願いせざるを得なくなるようなことは決してない、そういう状況ができたと考えております。前例のない事故を前に、廃炉に向けては今後も息の長く辛抱強い、それでいて非常に柔軟な発想に基づいた取り組みが必要であると考えておりますが、そうした中長期的な対応も含めて政府として責任を持って対応してまいりたいと考えております。こうした体制を整備をしたことを受けまして、政府東京電力統合対策室は廃止をすることとなりました。先刻当初統合対策本部として設置をされ、そこで相当な時間を費やしてまいりました私としては、これが廃止されることが一つの大きな区切りであるというふうにも考えております。先ほどは最後の会議の中で海江田経済産業大臣にも非常にご苦労をいただきましたので、この東電のこの会場まで足を運んでいただきまして最後のご挨拶もいただきました。そうした経緯も含めて統合対策として行ってきたこの記者会見については、今回が最後になることを皆様にご了承いただきたいというふうに思っております。もちろん事故対応に関わる情報提供の重要性というものはこれからも非常に大きなものがあるというふうに思いますので、個別の記者会見という形でこれからも積極的な情報提供、そして皆さんからのご質問に答えることは続けさせていただくことはお約束を申し上げたいというふうに思っております。なお中長期対策会議についての情報発信のあり方についてはまた改めて皆様にご報告する形を取りたいというふうに思っております。私の方からの報告は以上でございますけれども、最後に今日こうしてお集まりになられましたジャーナリストの皆さん、そしてこれをご覧になっている国民の皆さんにもお礼を申し上げたいというふうに思います。記者会見を始めて以降、皆さんからのですね、さまざまなご質問やご批判、
まあ、これが正直言いまして非常に厳しいなと思った時期もございました。ただ皆さんからのそういったさまざまなご質問を受ける中で、我々もですね、自らがやってきたことを反省をし、そして情報をしっかりと皆さんにお知らせをし、問題解決に向けて努力をするという、そういうことにつながったのではないかというふうに思っております。最後に皆様にですね、そうした、国民の皆さんに対する情報発信という意味で重要な役割を果たしていただいたことに感謝を申し上げまして、私の報告とさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。